イサイちゃんまりです。本日はですね、沖縄県唯一のアウトレットモール、アシビナーに来ております。で、今日はですね、珍しく大輔さんとここで待ち合わせをしております。大輔さん今ね、床屋さんに髪切りに行ってて、その床屋さんがこっち側なんで、たまにはちょっと待ち合わせして落ち合おうということでね、ちょっと一人で時間潰しながら大輔さんを待とうと思います。うい、お疲れ。お疲れ。近いごめん、待たせてちょっと遅かったね。髪の毛のちょっとあれに時間かかっちゃってね、今日は。あ、でもいい感じじゃん、やっぱ。さあ、ということで、大輔さん、挨拶は。あ、はい、さーい。やっとかないとね。やっとかないと、巻物を大量にね、そう、買い込もうという爆買い企画ですね。ちょっと今、デブ活で筋トレをしているので、他の企画でね、俺はダイエットね。そう、大輔さんはダイエットしてるんで、スポーツウェアがね、ちょっと欲しいなと思って、そうだね、俺もやっぱダイエットしてるから、スポーツウェアと、それからあとはね、靴が買いたいのよ。これスニーカー好きなんだけどさ、ちょっと秋っぽいというか落ち着いた色味のスニーカ ーで、それに合わせて秋服もいくつか買えればなって感じ。とりあえず、今真後ろにアディダスがあるんで、アディダス見てみましょう。行きましょう。皆さんは爆買いでストレス解消してほしいですねこの見て見てね、よし、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。めちゃくちゃ買ったじゃん。いやー、ちょっと後でみんな楽しみにしてて。ちょっとお買い物に疲れたんで、ここで休憩したいと思います。これにしようかな。黒糖ミルク、タピオカがね、好きなんですよね。今のところアディダスと ABC マートかな。はい、疲れたね。疲れた。結構買ったよ、もうすでに。すげえ荷物の量だよ。ちょっと重たいから一回置きに行こっか。そうだね、一回車に置きに行こう。こんなやね。あれ、ちゃんまりさん、また新しいアディダスの袋じゃない、それ。結局ちょっとね、今こういうしっかりしたスポーツウェアってここしか売ってなくて、季節的に。そうだね、リーボックも一応売ってたから。そう、リーボックとアディダスでだいぶ変えたね。ということで、はい、まあ翌日の夜なわけなんですけど。そうだね、購入品をね、お披露目していきましょうよ。いや、今回は爆買いっていうにふさわしいんじゃない。全部で、5万2、3千円ですね。ただこのアディダスがね、もともとアウトレット価格から、さらに全品 50% オフっていうとんでもないセールをやってたので。そうなんだよね。だからまあ元値で言うと多分10何万ぐらい買ってる計算になります。それが5万円ぐらいです、収まったと。ラッキーです。ということで早速お披露目していこうか。していきましょう。まず一つ目はこちらですね。はい、2人揃ってコンバース買ったんだよな。そう。じゃーん、コンバースのオールスターの、なんつったっけこれ、 OX だっけ。まあ一番ほんとオーソドックスなやつですよね、真っ黒の。これスニーカー好きとしてはやっぱ持っとかないといけないところなんですけど、まあ持ってなかったんだよね、なんか今まで。ちゃんまりは？ちゃんまりはね、かわいいよ。じゃーん、ベージュのコンバース。うわー、これかわいいね。これね、ここの紐通すとことかもパーツがゴールドになっててめっちゃかわいいのよね。じゃあ次の靴なんだけども、リーボックの靴なんですけど、はい、じゃーん、こちらです。どうでしょうかね、これ外側なんですけど、上から見たらね、こういう感じになってて、結構奇抜な色だよね。真っ青だね、内側。内側真っ青。靴からあのウェアまで全部メーカー揃えたくて、まあ、リーボックのウェアも買ったから合わせて靴も買ったっていう感じですね、今回は。まあ軽いのよ。これなら私物でも使えそうだね。あ、かわいいコーディネート次第のね。で、もう一足がですね、まあオーソドックスだよね。でもね、これ本当履き心地よくて、なんていうのか、ここがね、膨らんでるんですよ、ちょっとここ。あ、そうだね、広いね。だから足の幅が広い人でも綺麗にフィットしてくれてね、日本人の足にはかなりいいんじゃないかと思います。あれ、そういえばちゃんまりもう一足靴買ってなかった。
買ったはずなんだよな。いつの間にかいなくなっちゃったんだよ、私のランニングシューズが。残念だ。ちょっと今本当に泣きそうだもん。かわいそうに。続きまして、じゃーん。頑張ってダイエットやってるからさ、うん、たくさんトレーニングウェア買わしてもらったんだよね。すごい量買ってんだよ。すごい量買った。じゃーん。これはね、アディダスのサッカー用のハーフパンツですね、うん、これ、買いました。で、下はね、あといくつか買っていて、こちらですね、スパッツタイプのトレーニングウェアですね。こういうタイプ買うの初めてなんだよね、俺、うん、なかなかね、新しい感じです、僕にとっては珍しいね。挑戦でございます、はい、で、こちらが、アディダスのトレーニングウェアの、上ですね。長袖です、これは、うんうん、まあ、場面によっちゃ、ね、入れずに隠さないといけないこともあるかもわからんから、一応長袖買っとった。まあいいね。で、これ背中がね、全部メッシになってるんですよ、こんな感じで。あ、メッシュだ。メッシメッシ。背中がメッシってめっちゃサッカーうまそうやん。背中がね、メッシュになってるんですよ、こんな感じでね。いいと思います、通気性よくて。なんなら背中メッシにしようかなって。メッシ10って入れて。はい、これももう言うまでもなくトレーニングウェアですね。半袖だね。うん。で、少しこの襟が高いっていうのかな、若干こう首にね、クッて襟が立ってかかるような、首が詰まってるタイプのやつですね。まあ、首が詰まってるもの着たい日もあるでしょうということで、買いましたね。そんな気分で買ったの？そんな気分で買いました。最後なんですけれども、これ、じゃーん。こちらですね、リーボックのトレーニングウェアになります。まあ、この靴とね、合わせて履いたらかっこいいかなと思って、いいじゃない。うん、買いました。これは裏側メッシ？これ、メッシュ。メッシュです。メッシュか、はい、これもね、こうやって裏側メッシュになってて、今主流なのかね、もう俺の顔がはっきり映ってるぐらいじゃないこれ。超スケスケやん。だって顔認証されてるもん。本当だ、すごい。でね、あとこちらセールじゃないんだけど、3足で900円のアディダスのソックスも買いましたね、うん、それから最後にこちら、じゃーん。フィラのお店に行って、フィラのこれですね、ジャージ買いました。めっちゃ可愛くないこれ。これね、いいよね、うん、これは私服でも全然着れるなと思うんで、ちょっと私服でコーディネートしていきたいと思いますね。じゃあ続いてちゃんまりのウェアを紹介していきましょうかね、はい、アディダスのブラトップです。あー、いいね。 S サイズです。いいね。なんかさ、近くの海とかにさ、こんなのつけて下ピッチピチのスパッツ履いてさ、うん、ここに iPhone つけてさ、こうやって AirPods 聞きながらさ走ってる外人さんいるじゃん。いるね。サングラスかけているね。やりなよ。ちょっと恥ずかしい。今私も大輔さんと同時の進行でデブ活をやってましてね、うんうん、ちょっと筋トレとかストレッチとかよくやってるから、そうだね、まあ、その時に気分的に、ね、うん、形から入ろうと思って。いいと思う。これもアディダスの、うん、これレギンスですね。でうっすらと横がね、アディダスの3本ラインが入っております。で、うん、私このピタピタのスパッツだけはちょっと恥ずかしい人なので、うん、これはね、リーボックのショーパンね、うんうん、ああ、いいね、いいね。これをまあ重ねたら恥ずかしくないかなと思って、確かに買いました。あとはね、リーボックなんだけど、うん、まあ、これ普通になんてことはない T シャツだね。はいはいはい、うん、これもリーボック。おー、いいね。あー、こういうの欲しかったな、リーボックの。これ可愛いでしょ。めっちゃ可愛い。ジャージとも言えないし、スウェットでもない。そうだね。なんかまあトレーニングパンツだよね。うん。ここにね、ロゴの刺繍が入ってんの。いいよね、このリーボックの。これいいよね。これ気がついたら俺が勝手に履いてるかも。まず補足ならんといかない。あ、そっか。で、あと最後がこちら、うん、リーボックのね、パーカー、うん、紐が太くていいね。そうなの。かわいいさ。これね、S サイズなんだけど、もともとかなりオーバーサイズの設定みたいで、うん、結構ダボっと切れちゃう。これも俺切れそうだな。勝手に行かれてるかも。奪っていくね、私から。ということで、秋の、はい、運動の季節。なんでこんなにたどたどしいんだ、俺は。スポーツの秋って言った方がいいな。ということです。私の靴。かわいそうにな。また買ってあげるからな。ということでね、まあ、我々のこれを、着たトレーニングコーディネートをぜひご覧ください。どうぞ。